宇津良島、宇津良島、ウルルン島、宇津良島は大韓民国継承北道宇津良群に属する日本海に浮かぶ直径1 0トル程度の火山島である。朝鮮半島から約1 3 0トル沖合に位置する。この島の最高峰は聖人峰、ソン,インボ本ンで標高9 8 4ル、平地はほとんどなく道が悪いので車は ほとんどが四輪駆動車である。住民は約1万人で、4割が漁業、2割が農業に従事している。江戸期の日本名は、竹島、または、磯竹島。明治期1905年までは、松島。近代になって西洋においては、ダゲレットなどと呼ばれていた。最大の付属島は、島の北東に位置する竹所で、他に観光地となっている観音島などがある。 豪雪地帯でもある。三国式によると、この島は宇山国として独立していたが512年に朝鮮本土の国、白木に服属させられ、11世紀初頭には女神の信仰によって滅びたと考えられている。やがて女神が滅びると朝鮮の支配下になるが、この島は朝鮮本土より遠隔地の海上にあり、観察士が頻繁に来ることができないため、 平役や生を逃れる者が本土より多数移住していた。朝鮮王朝時代の記録によれば、晴れた日には、鬱陵島が防洋堤や、メシコウつなど、朝鮮半島の東岸部から見えるとの記載がある。13世紀から16世紀にかけて、朝鮮本土や中国を荒らし回っていた、和光と呼ばれる海賊が、鬱陵島を拠点に、朝鮮本土を襲ったり、 宇都領島の島民までも川港を装って、半島本土を襲うとがあったため、1417年、李氏朝鮮の大僧はこの対策として、同島の居住者に本土への移住を命じた。いわゆる、空島政策の発令で、その後460年以上にわたって、無人島となった。1618年、元在四年五月十六日、江戸幕府は、鳥取藩主、池田光政 松平慎太郎に宛てて、法規国米氏（現、鳥取県米子市の商人、大谷、村川の漁師に対し、移領党、当時、竹島への都会免許を与え、将軍家の家門を打ち出した船印を立てることを許可した。これは、領商人が移領党の独占的経営を幕府公認で行っていたことを意味する。常日のように、沖の漁師などが空島であった。 宇都領島へ赴いて、海産物や竹などを採取し、これを独占的に、米子商人が取引することは幕府によって認められていた。この時朝鮮本土より密領に来ていた朝鮮人を見つけ、日本へ連行し、幕府が李氏朝鮮に対し抗議した。自国領とみなす朝鮮がこれに反発。日朝間で長期間論争が続いたが、1697年、 元禄十年一月、江戸幕府の五代将軍、徳川綱吉は、日本人の鬱領党への失業を禁じる措置を取り、その旨を李氏朝鮮に伝えた。こうして、日本の漁師たちが幕府の許可を得て、鬱領党に渡航することはなくなった。1745年、英二21年に成功したリモウ級の、瞬間市には、けだしこの島、 その竹を散するをもってのゆえに竹島といい、三歩あり手か三歩島という、う山、羽寮、うつ梁、ぶり磯竹島に至りては、皆、恩を転化してしかるなりとあり、古くは、竹島、三歩島、う山、羽寮、うつ梁、ぶり磯竹島などとも呼ばれ、竹を散していたことがわかる。李氏朝鮮は長期間無人政策をとっていたため人は、 住んでいなかったが、1882年国王、高僧は、移領島を検察し、理系園にこの島の調査を指示し、空島政策を廃止、その後再び人が住み始めた。1840年頃から、西洋や日本では、透明の混乱により移領島を、ダジュレイ島、松島と呼ぶようになった。竹島と一島を参照。1905年、 日露戦争の日本海海戦が近海で行われ、1910年日韓併合により、日本領となる。1952年に発行したサンフランシスコ平和条約により、日本は最終島、巨文島と共に、移領島の領有を放棄した。なお、竹島の領有権についてはこの条約に直接明記されていない。同条約で、日本政府は朝鮮の独立を認めたため、 以降、日本政府は、移領島は朝鮮に帰属するものとして扱った。当初は、移領島民の制御は、農業が主体であったが、現在は観光と漁業の島になっている。大韓民国軽症北道歩行士から約 217km、船で3時間かかる。他に、ボン度東海市住湖からも定期船航路がある。水陸両用機により、 国行空港などから航空機を就航させる計画がある。移領島から東南東へ約 90km のところには日韓で領土問題となっている竹島、韓国名、独島がある。現在、韓国がこの島を自国領であるとして移領軍に属する形で実行支配しているが、これに対して日本は不法選挙として抗議している。竹島へは 2005年3月28日より、移領島の道々港からダイヤ高速海運によって、毎日観光船が運航され、日本人を含め外国人も乗船できる。竹島では、観光客は韓国が建設したコンクリート製の、当には上陸できるが、領土である岩には、韓国人であっても足を踏み入れられない。竹島への船の発着場でもある、道道の港や船には、独島が、 韓国領であることをアピールする巨大な看板などが並び、独当を冠した天名の食堂や土産物店などが林立している。道道港から徒歩約15分の道道薬水、公園内には独当博物館があり、ここよりケーブルカーで登った展望台、標高317メートルからは、晴天で空気が澄んでいれば、双眼鏡で滝島をかすかに望むことができる。 この独当博物館は、竹島の韓国領有をアピールするための博物館で、韓国の財閥サムスングループの会長が国に寄付し、移領軍が運営している。竹島は、移領島の標高、約200メートル以下では水平線の下に隠れるため、海岸付近からは見ることはできないが、晴天で空気が澄んでいる時に高い山の中原まで登れば、肉眼でも、 かすかに見ることができる。ただし、肉眼で確認できるチャンスは年間に数日と言われている。竹島、独島を肉眼で見ることができるので、古来より、朝鮮人が日本人より先に毒島を発していたとして、韓国側の竹島領有の根拠の一つとしている。1964年には、江戸時代に発生した竹島一件の原因となった、魚民安、龍福を検証する。 安流福将軍中婚比が移領島に根留される安流福は将軍ではないが韓国では将軍と呼称されることが多い。また、現在の竹島を安流福がはっきり認知していた証拠もない。また、独島博物館の入り口近くには津島島本瀬河国の地、津島は我が国の地と刻まれた石碑が建てられるなど、韓国人観光客が多く訪れる。 堂々港周辺は、韓国人の一大愛国教育基地という様相を、呈している。2011年8月1日、自民党の国会議員である、新道義高、稲田智美、佐藤正久が、移領党の独島博物館などを視察するため、韓国に向かったが、金浦空港で入国拒否され、日本に引き返した。その前日の7月31日には、3人と、 交流する予定だった、下條正男拓色大教授もインチョン空港で、入国拒否された。今から約一万三百年前に、宇都領島は大規模な噴火を起こしたことが、明らかになっている。この時の噴火の火山灰は、宇都領島から、東南東方向に長軸を持ち、日本海や本州における広域手札の一つ、宇都、沖として、 年代測定の材料の一つとして使われている。最新の噴火は約5000年前で、この時にアルボニ溶岩ドームを形成した。移領島では滑走路長1200メートルの空港を2022年に開港する予定で建設する計画が立てられている。建設期間は5年、建設費は6400億ウォンと見ている。1970年に 朴世紀大統領が最初に空港の妥当性の調査をしていた。2010年12月20日、c a d ィ・コリアデベロップメントインスティチュート韓国開発研究院は、移領島の空港の経済性がないという結論を下した。移領群衆はこれに対して異議を唱えた。2011年1月5日、国土海洋部は第四次空港開発中長期総合計画。 2011年から2015年を策定し、官邦に告示。ここに、物量等空港の建設が含まれていた。ボンバルディア社製、Q300 モデルや ATR 社の ATR42 など、50人乗り旅客機が運航できるとみている。2030年になれば、年間100万人程度の航空需要で、経済性は十分だと予測した。しかし、2016年には、 入札が撤回され見込みは、立っていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。